岡野博彦は、日本の歌人。勲等は、文化勲章。国学院大学名誉教授、日本芸術院会員、文化功労者。国学院大学文学部教授、国学院大学文学部学部長、国学院大学栃木短期大学学長などを、歴任した。三重県一市郡三杉村生まれ。代々官主の家に、父、広方の長男として生まれる。 川上尋常小学校、神宮工学館普通科を経て、1948年、国学院大学国文化卒。1946年、学生時代から釈長空主催の短歌結社、鳥戦車に入社。1947年からは、折口家に同居、その死を見取った。1953年から国学院大学講師。 1961年に、助教授。1969年に、教授。1975年からは、文学部長。1995年から2007年まで国学院、大学栃木短期大学学長。1995年から2008年まで、読売文学省専考委員。宮中と関わりが深く国内庁御用係。 昭和天皇の作家指南役を務めたほか、皇太子なる人信の、皇太子なる人信のお日政子にも、和歌の信仰をしており、赤石詮者も務めている。1973年、人相刊1999年、岡野博彦個人雑誌、宴の座を編集。2007年に、歌集、バグダッドも湯、第29回現代短歌大賞を呼び、 第22回科文学鑑賞を受賞。この歌集は、詩釈長久が、第二次世界大戦で、養子の晴海や多くの若者たちを失ったことに、対する自分の戦争責任を問い直し、鎮魂をライフワークとしたことに習い、岡野自身の戦争体験を踏まえ、バグダッドでの止まらない戦果に深い悲しみを寄せた、作品である。文化に、松坂博史、藤井常世、 秋山沢子、海老沢康久、大谷和子、一ノ関忠と、沢口文など。近年、折口と同様の句頭店、秋字等を使用、また長歌と短歌を組み合わせた組歌を発表するなど、意欲的な取り組みをしている。伝統的な英法に則り、定型を守り、調べが清らかで、確立している。今日ありがとうございます。